本日は皆さんに奈良の名物マボロバ大仏プリン本舗のプリンを紹介させていただきたいと思います。今京都駅でも買えるようになってきました。早速4種類を買いました。那今天的话呢，要跟大家介绍的是奈良名产大佛布丁，它现在在京都车站也买得到了哦。那我今天呢买了四种口味。いろんな種類がありまして、本日は4種類を買いました。こちらがあるのはカスタード、おわ茶、あとは白い鹿のプリン、モンブランとホワイトコーヒーという4種類の味です。那今天的话呢，买了四种口味，就是最基本的原味，然后还有大和茶跟白露布丁里面的蒙布朗，还有白咖啡四种味道。味でしたら、大仏プリンの味は滑らかですごく濃厚で美味しかったんです。那口感来说的话呢，大佛布丁的口感它还蛮滑顺的，然后味道非常的浓厚，是一款很好吃的布丁。白い鹿のプリンは上にクリームが乗ってます。と金箔が飾ってます。那白露布丁的话呢，跟大佛布丁有一点点不太一样的话呢，是它上面会有用奶油装饰，然后还有金箔，它有点缀了一点金箔在上面。那最下面的底层也有一些巧克力在下面，巧克力碎片在下面。試食してみます。大仏プリンのカスタード味、濃厚で滑らかな食感、すごく美味しかったんです。大和茶の味も下にあん粒が使いましたので、すごく特色な食感があって、こちらも美味しかったんです。那大佛布丁的话呢，原味的味道非常的浓厚，然后很滑顺。另外的话呢，大和茶的布丁，它下面有用红豆馅取代了原本的焦糖，是一个还蛮特别的口味，两种口味都非常的好吃。白い鹿のプリンは上にクリームが乗せて金箔が飾ってます。こちらの味も濃厚ですごく美味しかったんです。もし京都駅に来ある方でしたら、ぜひ立ち寄りください。那另外的话呢，白露布丁它跟大佛布丁有一点不太一样的地方是，它上面有用奶油，然后还有金箔点缀。那味道来说的话呢，其实也都是非常的浓厚，然后牛奶的味道很香醇。如果有经过京都车站的话呢，务必去买来试试看看。それでは、バイバイ。